学校終わりの。こんばんは。あ、こんにちは。誰も来ないんじゃないこれ。誰も来なそう。あら？あら？おー、いた！やっほー。こんにちは。みんなです。ね、なんかさっきこれつけたのなくなっちゃったの。どうしたいの？あ、ついてる。時々プンプンってなんじゃない？あー。動きで。おー、マスクまた話すんだ。急にクマ、おー。わー。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。これハート。え、いた！え、500人も、え、すごーい。すごい。え、いないと思って、インタビューしました。え、みんな何してるんだろうね。今日は、ちょっと、何、この4人でお仕事だったんですけど、思った以上に早く終わったので、インスタライブをすることにしました。みんな何してましたか？すごい、この時間に600人の人が、バイト行かなきゃいけない。アーカイブ残りますかと、アーカイブって。残らないじゃないですか。あ、残す？残すことわからない。あれ、特殊感だけど、特別感じゃない。そう、確かに、これを見てくれてる方だけに。あなたのためだけ。あなただけに。え、爪かわいいですね。ありがとうございます。そうですね、かわいい。見て。かわいい。かわいい。かわいい。え、何週間だけ残そうかな、それか。それもできるの？え、それは自分で消せばいいのかな？わかんない。テレワーク中、お昼ご飯食べても、今日卒業式でした、JK さん。あー、ありがとうございます。おめでとうございます。ね、びっくりした、嬉しい。副反応で、あれだって、コロナワクチンの副反応。痛いね。どんだけ、仕事中にしらみしてます。うん、今日中だけとか、今日中だけね。忘れそうだな。誰か教えていただきたい。あ、ね、そう、さっきインスタのさ、何、質問で聞いたんだけど、最近流行りの曲は一向にわからないんだけど。流行りの曲か。何聞いてるの？みんなの中の流行りの曲。なんだろう。マスクどこのですか？どこなの？あ、これです。え、この曲流行ってる気がする。どれ？全体。あ、脳から送ってもらったね、どうってやつ。え、かけてっていい？いいの？いいのかな？これ著作権のなんちゃうとかじゃない？小音で。小音。一応ね。ああ、TikTok で流行ってくれる。え、知らない？わかんないや。これ TikTok で流行ってるの？流行ってるの。あと、最近はあの佐藤のあちゃんの TikTok 聞いてますね。のあちゃんの何の曲だろう？てん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 。無駄サイトフィーバー言ってくれたから。だってココナの好きな。ココナ好きな曲ね。ココナ何好きなんだっけ？これ聞いてます。ああ、ワンルームラブ。かわいい。かわいい。かわいい、のあちゃんのワンルーム。かわいいですね。みんな何聞いてるんだ？ココナのラッパーだから。ココナのラッパー、ココナのラップになった時の選手がめっちゃ怖いから、みんなにいつか見せたい。ですね。でも、どうせここの人だけに見せるか、撮っとくか。どっちがいいか。撮っときます。めっちゃ面白い。でも、音がないと面白くないんだよね、これ。確かに。ちゃんとダブるところ一緒にダブってくれる。そうそう。噛んだか。なんかびっくりした。あんなココナ初めて見て、なんかエビ中って結構急に歌い出したりとかして、みんなでなんか謎のテンション会とかあるんですけど、それはココナがなんか先陣切ってやってたからびっくりしました。みんなでやりましょう、今度。今度やりましょう。やりましょう。あ、インスタライブやんなすぎて。インスタライブ FC イベントの時にやろうとした。電波なかったんだよ。そう、電波めっちゃ悪かった。5G と 4G の間で。ああ、それ一番きつい。なんか 5G が結局さ、まだ全然、さ、うん、なんかあの、電波塔がないから、なんか駅、そう、駅とかやばくない？駅に着いた瞬間もう全然遅れない。そう、困ってる。土曜日ニコ生楽しみです。ニコ生のメンバーは、ここと、ここの4人と誰だっけ？まやさんじゃない？まやさん？まやまさんと、まやまさん、みれちゃんのここののかです。そっか、そっか。おー、あいちゃんいないの？あいちゃんいないんだ。あいちゃんとまやさんがチェンジなんだ。そうだね、今日のメンバーですからね。あとののかが追加。なるほどね。
ゆなちゃんもっとカメラの方に入って、またずっとそうすると綾香が消える。難しい、これ絶対さ狭いもんね、うん、皆さん9点で何か買えましたか？9点メガ割り中ということで、メガ割り中なんだ。メガ割り中なんだよ、すごい。え、9点とかで買ったことある？ないですね。あ、あるの？ないと思う。え、ないの？みんなもう人生損してるよ。絶対買った、絶対買った方がいい。めっちゃ韓国コスメとか安い。あ、いいですね。そうなんです。あ、最近シーインでスマホケース爆買いしました。あ、そうだ。あ、そんな買うってぐらい買ったよね。今日もスマホケース、今はこのただの透明のですけど、そう、新しいのがやってくるんですね。新しいのが毎日買えてます。やってくるんですね。スマホケースとかも買えなくなっちゃったね。だって私も9点でスマホケース2個買った。やだ、やだ。やだな、あとイヤホンケースとか買いました。いや、そうなんだ。エアポッツの人たちってイヤホンケースいっぱいあるからいいよね。確かに、うん、私エアポッツじゃないからさ、うん、あれここなの？エアポッツじゃないです。あーちゃんエアポッツ？エアポッツだね。エアポッツ、ミチーの使ってる？あ、使ってる使ってる。おー、今日ママ知らん。本当ですよ。エアポッツいいですね。ユノは使ってる？エビチューのやつそもそもいただいてないんですよ。え、嘘だ。え、はい、え、あったよね。え、ユノちょ、これで見ないんじゃない？どうだ？あ、すごい、イエーイ、お揃いですか？ね、これ待ってますよ。なんか、こうしよう。すごい姿勢悪い授業中みたいな。やば。グデグデやん。グデグデだよ。マスクなかったら二重語になってるかもね。そうか、よかった、マスクってありがたいよね。マスクありがたい。え、じゃあここで質問。ここから下メイクしてる人、今日はいはい、え、エロエロい、メイクしてる人ですよ、ね、ここから下。あ、切っちゃった。あ、そうですよ、下マスク。エロい、私マスクの時全然ここから下メイクしない。へえー、そもそもそんなに やってないから。まあ確かに、でもユナメイクしてきましたって言って本当って言うよね。なんかちゃんとメイクしたの今日も。キラキラ、そう、めっちゃキラ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 つけたのね。はい、あのイヤホンのケース、なんか富士さんからどの柄がいいって送られてきて、うん、何番何番何番って言って決まりましたね、うん、決まりました。そうですね、大体最近グッズそうなんですよ。ファミエのグッズとかもどっちの絵柄が好きですかとかアンケートみたいな、うん、なんか今までは勝手にあのメンバーの意見なしであの大人たちが決めてたんですけど、うん、なんかその決めた後に2個の案を見た私たちがこっちの方が良かったとか言うから言うの映んない。もうちょっと、そう、難しいな、難しい、あやからここなのに一緒くっつけて、うん、したらちょっといける。さっき後ろの2人付き合ってますかってコメント来てた。すいません、すいません、バレた。すごい、何これ。あ、すごい質問。秋田文庫の時になんか最近あやちゃんがすごいかっこよくて好きですって告白してた。恥ずかしいから。そう、本番直前に言っててびっくりした。会談のところで言われた。本番前に急に、え、急にどうしたの。メンバーのマスクしてるとイヤリング引っかかりやすくない？わかる。どっちかどっちかわかんなくなる。あとさ、リハの時ってさ、イヤモニをしながらマスクをしてるんですよ。でイヤモニとマスクが絡まって全然わかんないんだよね。なんかさ、イヤモニをしてマスクをしてマイクでリハをやってると、本番の時にマスク外した爽快感がすごすぎて、確かに、体力鍛えられてる気がする、めっちゃ。あ、でなんかすごい口の中乾燥します、逆に。あ、そうだよね、マスクって保湿されてるから、うん、そうなんだよね。学校とかでお弁当食べる時なんかマスク外すの嫌だなって思っちゃって。あ、わかる。あ、そうなの？水飲む時とかちょっと緊張しちゃう。あ、逆にってか、みんなもだってさ、2人とかが学生になった時はもうずっとマスクだったってこと？いや、中1の後半からです、うん、2月から。中2の後半からです。そう、後半の時に学校休みになって。そっか、じゃあ全部の顔を全部、なんで言うの入んないの？恥ずかしがりやすい。コメント見ようとする。あ、ひなたちゃん見てるって。えだ、おにゃほー、やっほー、携帯の充電が、充電がおっと、ひなたやっほー、今どういう状況？暇、暇なので、暇人の
インスタライブ。ひなたさんがハート送ってます。もっと送ってください。はい、ココナさんがハートを後ろで返してます。これってさ、なんかあ、なんだっけ、固定みたいな、何してるの、暇してる。あ、ひなただ、ね、これどうやって固定するの自分の。あ、これだ。あ、リアル頑張ってる途中のスタッフさんを見てる。お、こんにちは。イナチかな、イナチ。こんにちは。メンバーみんなでお仕事じゃない。いや、そんな、今日は4人でお仕事です。です。イエーイ。アルバムのおすすめポイントは、あ、そう、ハートきた、ハートきた、ちゃんと 色別ハートしてくれてる。色別ハートして、あ、そう、ライトグリーンと緑の区別。いや、ライトグリーンとさ、緑って難しくない？確かに難しいね。でサイリウムもさ、一生懸命見つけたの。なんか FC の時さ、FC イベントの時、どっちがどっちだと思って、すごい。自己紹介してる時、色変えてくださるじゃない、うん、その時はなんとなく、あ、この色だ、覚えたって思うけど、ライブで曲始まった瞬間に、あ、どれどれだった。そうなんだよね。分かんなくなるね。紫とピンクも結構間違えて、なんか、薄めのピンクと薄めの紫がめっちゃ混じる。ライトグリーン照らしてるのか不安してる。あ、確かに緑と。え、待って、ミレイちゃん指輪を揃う色違いだって。え、これ、え、すごい、これちゃん、お母さんが昨日買ってきて、お母さん、あ、緑推しです。おお、あ、電池なくり、な、な、少なくなるって色変わるんだ。あ、そうなの。じゃあみんな電池を入れてきてくださいね。もうインスタライブやってる。インスタライブを見ながらインスタライブを中継するな。ハートいっぱい送ってます。あ、だい、ユナがめっちゃハート打ってる。あれ、なんかユナのアイコンめっちゃ近くないですか、これ。うん、だからさ、ユナさ、本当にさ、私のインスタ見るの早すぎ。いや、最近あのインスタ開かないようにしてたんですよ、うん、びっくりするぐらい、なんかさ1分以内にいいねしてくるからびっくりする。これ犬はならないのね。うん、違うハートが降ってきた。ハート。おすすめのフィルターも知りたい。これ。あ、じゃあ犬のフィルター送ります。可愛いやつ。送ってください。あ、ごめん、ここの調整してた。送ります。送れるんだ、フィルターって。なんか、そうし。収穫卒生の応援メッセージ。送りました。いけ、頑張れ、ファイト、ファイト、ファイト。バッションのリコちゃんもいる。おー、リコちゃん、ありがとうございます。福岡にいるのかな。受験合格しました、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、今公開されているティザー映像、かわいい、あれですね、毎日公開のあれです、あのアルバム、3月23日に私立恵比寿中学の7枚目のアルバム、私立恵比寿中学が発売になるんですけど、その1曲のサッシードッグの石原さんに作っていただいたハッピーエンドとそれからっていう新曲のティザー映像が、ね、今続々と上がってきておりまして、あやちゃんっていうのが上がったのかな。はい、はい、そうですね。今日は誰でしょう。誰でしょう。毎日8時に誰でしょう。誰でしょう。ゆのちゃんもおめでとうって、ありがとう。受験おめでとう。あ、そっかそっか、受験卒業、東京在住、在住、在住、東京が。あ、やばい、まただ、受験期もこれ。え、まただ最近。やばいな、めっちゃさ、いつも抜き出しなの。そろそろ、え、あれ落としてからじゃない。そう、落としてから。これみんなさん、これどうやって直すんですか。もう新しいの買った方がいいんですかね。うん、悔しくない、使えるのにその蓋だけで買うの悔しくない。そうなんだよね。で、なんか最近コンビニとかでも充電のあれありますよね。あ、あの、なんか、あの、なんとかチャージャーみたいなやつでしょ。ある。すごい、チャージャー。あのさ、あれでもさ、いくらかかるの。あ、300円くらいじゃない。1時間なんか24時間とか。そうだよね、結構な、うちの、この間3時間借りて300円くらい。え、優しいね。優しい。あれって携帯で登録して借りるってことだよね。クレジットカード入れて、そうだ、アプリ入れてみたいな。でもさ、携帯が本当に使わない時はもう使えないってことだよね。そうだね。過酷だね。終わったんだね。終わったんだ、それは。
あれなんですね、なんかあのあれの2000年だからクレジットカード登録できなくて。確かにまだ早い、まだ早い。堀、はい、あっ、さくちゃん、うわ、指ハートくださいだって。イエーイ、結構みんなくれて。さっきさ、くーちゃん、くーちゃん、堀さん、くーさんいた、くーさん、どこ、先ほどお目にかかった、お目にかかった気がするけど、くーさん、おめでとうって。ああ、堀さん、校長いる、みんな意外とみんな今の時間暇じゃん。みんな学校から帰ってきたりとか。お帰り。そうか、そのタイミング。でも仕事中に無音で見てくださってる人もいる。動きだけ。な、何を言ってんだろう。それ今日からテストなんですよ。あ、そうなんだ。はい、頑張って。勉強してた？全然してるとこ見たことないな。まあ、高校生になったら頑張ります。とか言って、とか言って、まあいつものやつ、ユノのいつものやつこれ。高校生になったらちゃんと勉強して、頑張ります。いつものやつ、これしないやつ。英語とかはもう始まってんだよ。中学校からの積み重ねなんだよ。あ、サトさん、はい、なんか英語でお願いします。いいね、いいね。ベリベリチョベリチョベリベリチョベリチョってさ、日本語でもないし英語でもないし、チョは何、ベリチョベリチョチョって何、いろいろ今日もいろんな恥ずかしいとこ見られる。え、この前の仕事で、はい、すごくあのおバカなとこ見られる。ココナとあやかが仕事して、で私というのが合流して仕事したんだよね。ゆのちゃん勉強しなくてもできるわけがないよ。できるわけないよ。できるわけがないよ。だから天才型かもしれないじゃん、うん、ね。ああ、まあ教科による。教、あ、全部できないな。これ何？ライブのリクエストです。本当すごい。そう、突然来ちゃった、びっくりしちゃうみんな。ええ、ええ、ちょっと待って、何これ？配信写真撮っとこう。はい、4人でやったことなくない？よし、あとでインスタに載せます。載せて。4人でやったことない、本当にないね、ほんないよね、5人でってね、ないですね、本当に。みんなもなんかちょっと物足りなかったみたい、時間的に。一緒に付き合ってくれました。りえちゃんのインスタライブ新鮮、確かに全然やんないかも。だから今だと思いましたね。今だ。コラボインスタはあっても同じ画面で4人は珍しい。全然だから最初入ってなかったんで人が。そうだね。コメントを見ると近くなっちゃうしね。スクショタイムでもして。あ、そうです。何がいいですか、ポーズ。この4人ポーズどうしようか。どうしようね。何がいい？確かに立ったらさ、4人入る、もしかして。立ってさ、あ、すごい、これなんかお肌がすごく綺麗になった。あ、本当だ、ツルツルやん、ツルンツルンだよ。何ポーズ、何4人でハートって難しくない？あ、これか。このタブと、あ、いけてる。はい、チーズ。これさ、ハート邪魔だな。ちょっと待って、ハートが一旦。誰か来た？もう退室に。退室の時間？なんか可愛くない、このフィルター。どれ？すごいいっぱい。あ、これリップついちゃう。リップついちゃう。何？フィルターオフに。どうやってオフにすんのこれ？一番こっち側です。あ、これ好き、これ、うん、このキティ、あ、ごめんなさい、キティちゃんの可愛い。あ、ついちゃった。またあるちゃんめっちゃつくやん。反応されちゃう。あ、ほら、リップが。あ、ここだ、ついちゃった。
本当だ。あ、え、チャリできたしてくださいね。これだ。なんだこれ。え、なんかこれまばたきして、あのあれだよ。怖い。あのイカゲームのやつ。ここだとにー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 、これいいですね。可愛いっぽいな。これでこれをこうした方がいいの？さあみんなもなるの？いや多分みんな自分で。かしょ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 。スクショ中。取った、取れた。取れたかな？取れた、取れた。取れた、取れた。きっと取れたでしょう。でしょう。この時間に急に配信して740人の方も見てくれて、ありがとうございました。じゃあ、ま、なんだ？また。次は何でみんなに会えるの？ニコ生か、あと大館内デビルのイベント、館内デビルのイベントが13にあるのか。くらいですね。13にあるし。3月23はアルバム発売があるし、4月16日からフルツアーもあります。みんなに会える機会はたくさんあります、はい、あります。ぜひ会いに来てください。バイバイ。じゃあね、切ります切ります。チサあるからちょっとわーあ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